思い出のガンプラキットレ重集。機動戦士ガンダムエイジ。ハイグレード、G エグゼス。そして、G エグゼス最大の売りは、このウルフ・エミアクルがパイロットってことだ。機動戦士ガンダムエイジとは、2011年から全49話が放送された、サンライズ制作のガンダムシリーズなのでおます。新作のガンダム作品では毎度のことながら、ガノタのオムズ狩りによる作品批判が絶えないのよね。ガンダムエイジも、当初から猛烈な批判の雨あられ。それでもね、初回のつかみがうまくいきさえすれば、ガノタもおのずとついてくると誰もが思っていたものなのさ。ですよねー。しかーし、ガノタの批判はやむことはなく、ネットでは炎上とも取れる状況になっちまったもんざいもん。もともと、100万本売れるガンダムゲームを作るための企画の一環として始まったアニメだけに、企画協力として参加したレベル5に対して、猛烈なパッシングがあったもんだよ。参ったね。視聴率は歴代最低レベル。肝心のゲームも売れず、関連グッズの売り上げなんかもからっきしだよ。あいたたたー。人生、諦めが肝心ですね。耐えろ、耐えるんだ。この嵐を乗り切れば、必ず日の光が差し込むはず。つうより、日野の野郎をどうにかしろよ、こんちくしょう。ですよねー。フリット編が終了し、その息子のアセム編になると、若干批判は和らいだものの、フリット編で見限ったファンを呼び戻すほどの力はなく、なんつうか、盛り上がりに欠けるまま終了しちまったのでしたとさ。何それ怖い。毎週欠かさず見ていたガノタは、ガンダム業界の終焉をも感じさせる事態に戦々恐々としたそうな。でもねでもね、多くのガノタは、ガンダムユニコーンの方に夢中だったもんで、知ったこっちゃなかったのでございます。そんなもん、知るかーい。G エグゼスは、第1部、フリット編に登場する獣耳付きのモビルスーツなのでおます。ガンダムを超えるモビルスーツを求めたウルフが、窮地の間柄だった、モビルスーツカジノマットーナさんに頼み込んで作ってもらったモビルスーツなんどすえ。いわゆる、ガンダム名物とも言える、ワンオフのカスタム機。マットーナ工房製のシャルドールをベースに、ガンダムエイジ1のデータを用いて完成した高性能なモビルスーツで、パイロットのウルフ・エミアクルのイメージから、白狼を連想させる機体だよん。ぶっちゃけ、当時の人気では、ガンダムエイジ1を超える存在だったのでありんすよ。その、通り。ウルフ専用機らしい白一色のカラーリングに、シールドに書かれたウルフマーク。シルエットはシャルドールとほとんど変わらないものの、頭部のツインアイなど、部分的にガンダムの衣装が垣間見えるのが特徴なのよ。そうなのよ。バックパックが大出力スラスターに換装されているため機動性が高く、パワーでも重装甲のバクトに負けず劣らず、さらには、ウルフファングとかいう二刀流の必殺技も持っていたのよ。パないねー。ところがギッチョン、登場したのがエイジワンタイタスが登場した直後だったのよん。タイタスのピンチに颯爽と現れ、敵をサクッと倒しちまったもんで、登場したばかりのタイタスの立場がなくなっちまったのでありんすよ。ヨーフリット、なかなかイケてるじゃねえか、その赤いガンダム。この俺様の G エグゼスの次にイケてる。なんだかなぁ。とにもかくにも、ガンダムシリーズで白いモビルスーツといえば主役級の扱いだからして、演出の面から見ても、ガンダムと競合するんで普通なら避けるのが妥当なのだけれどもね。案の定、主役のガンダムを食っちまうパティーン。ガンダムエイジを見たことがない奴が、いきなり G エグゼスの活躍を見たら、きっと、こっちが主役だと思っちまうのにちげえねえ。そのくらい、当時の G エグゼスはかっちょよかったものなのさ。ひょっとしたら、ガンダムエイジ1の人気が芳しくない時のための保険だったのかもしんないね。まあ何にせよ、ガンプラの人気も、同時期に発売されたキットの中では抜きん出ていたのでござんすよ。はい。嘘っぱちだー。ハイグレードの G エグゼスは、2011年12月に1200円で発売されたキットだよん。ガンダムエイジのハイグレードキットとしては9番目のキットでして、俺の記憶が確かなら、フリット編の当時に吹き荒れていた、悪夢のような価格の暴落を回避できるほどの人気キットだったのでございます。要は、フリット編では屈指の人気キットだったわけなのよん。信じる者は、救われるー。もともと、キットの出来自体は突出していたエイジキット。最近では大きな値崩れは影を潜め、再販時には飛ぶように売れるほどの売れ行きを見せる店舗もあるほどなのよ。ほんとだよ。店で見かけて、今度買おうかなー。なんて余裕ぶっこいてると、あっという間に店頭から消えているのでござりまする。ほんまかいな。キット的には、プロポーションは優秀、可動範囲も優秀、パーツ分割による色分けも優秀、ABS も未使用ということなし。ただね、成型色の都合により、光の透過でおもちゃっぽく感じるかもしれないよん。残念な点としては、このキットの頭部のセンサーやツイン内に、最近のキットにしては珍しくクリアパーツが使われてないのよ。わけわかめ。そうかそうか、よかったね。武器のビームライフルは腰の背面にマウントが可能。ビームサーベルは、アニメ本編での二刀流を再現すべく2本ついてて、刃の部分はクリアピンク成形なのが嬉しいね。シールドのパーソナルマークはマーキングシールで再現。ハンドパーツは左右の持ち手に加え、良い表情の左の平手が付属するのでございやす。そ
そうなのかー。制作のポイントとしては、パーツの光の透過が半端ないんで、塗装するなら全塗装が基本。パチ組みなら、墨入れやワンポイントを入れるのが定番。パーツの裏をブラックや濃いグレーで塗装し、光の透過を抑えるのも効果的だよ、こんちくしょう。はっきり言って、ガンダムエイジのファンの方々からかなり好感されたガンプラなのは間違いねえ。アドバンスドグレードでの不満点の多くが、このキットでは解消されている点も特筆すべきポイントなのよ、そうなのよ。いずれにしても、このキット以降続くこととなる、G エグゼス系やシャルドール系の起点とも言うべきガンプラでして、プロポーションや稼働範囲など基本的な部分はかなり優秀なガンプラながら、誰しもがやっちまったとつぶやく、よも末な欠点のあるキットなんどすえ。どういうこと？その欠点とは、シャルドール会の時も言ったやね。最近のガンプラでは定番の回収として、あえてカットせずにそのまま残してある部分。そう、腰のチンコカバーの中身の部分。左右のフロントアーマーの中央のたまたまをカットすると、フロントアーマーが独立稼働できるようになるのだけどね。たまたまのストッパーとなる部分がないもんで、フロントアーマーが保持できなくなっちまうのよ。あいたたたー。この欠点は、当然ながら、G エグゼスの金型を有用したガンプラすべてに当てはまるのだよね。発売当時から分かっていたにもかかわらず、メーカー側の対応がなかったもんで、そのまんま流通しているのですよ。参ったね。バンダイさんが、そんな遊びをしてはダメなんだー。この部分の回収方法としては、たまたまの大型化、薄いプラ板を挟む、ティッシュを挟む、金属線を通す、関節自体を作り直すなど、様々な対応方法がございやす。めんどくさいならね、切り離さない方がいいじゃんとか思ったもんだよ。あははの半。それを言っちゃあおしまいよ。